フォトアドバイスチャンネル、はい、はい、フォトアドバイスチャンネルプロフォトグラファー中村道人です。はい、MC の中島あずさです。よろしくお願いします。さあ、はい、今日はですねストロボの話をいたします。まあワイヤレス用のストロボ、はい、まあ、カメラの上につけるんじゃなくて、うん、こうやってワイヤレスでねストロボやろうっていうのは、まあ、今までフォトアドバイスチャンネルで、うんうんうん、まあ、何回かお話ししてるんだけど、ね、はい、でその中でリチウムイオン電池が使えるストロボ、うん、まあ、炭酸電池と違って、ね、チャージが早くなるし電池の持ちがいいので人物撮影には最適です。ワイヤレスにも最適です。最適、そう、炭酸電池でやるとイライラします。うわーって途中で電池なくなっちゃったりとか、ね、充電がもう4秒5秒と待ちきれなかったりするので、リチウムイオン電池のストロボがおすすめです、うん、はい。でまあ、最近ちょっとキャノンからも出たんだけど、うんうんうん、まあ、それはちょっと置いといて置いといてリチウムイオン電池式のワイヤレスのストロボのよく見るメーカーどこですか？ゴラクスト。そうですね。プロフォト、うん、そうですね。イエーイ。あのゴドックス、プロフォト、2大ワイヤレスストロボ、うん、リチウムイオン電池のメーカーで、ゴドックスとプロフォトの話をするんですけれども、はい、まあ、皆さん迷う方とかいるんですよ。どっちがいいですか聞くし、あと僕はねゴドックスよく言ってるけど、でも結構実際はプロフォト使ったりとかして、皆さんどっちなんですかとか怒られてる怒られてる、怒られてはいないけど聞かれることあります。あの講座ではゴドックス使ってるのに、うん、なんか実際はプロフォト使ってるからゴドックスよくねえんじゃねとか思われてるとかね。そうじゃなくて、うん、いいとこは両方あるんですよ。それぞれそれぞ それぞれいいとこで、そのそれぞれいいところがあるよのいいところのお話と、うんうん、あとは実は混ぜて使うことができます。だから5毒性揃えちゃった方がプロフォトを買っても5毒性の中にプロフォトを混ぜて使うこともできます。逆もできます。あの、まあ、プロフォトはね、まあ、多分あのお金持ちの方が持ってるんで後から5毒性買うのはなくなると思うんだけど、ストロボは基本的には太陽に近い色なので、はい、うん、製品が違うのでちょっとは違うんだけどほぼほぼ同じ色なんですよ。で LED みたいなやつだとちょっと色が違うのであんまり会社混ぜて使うのは好ましくないんだけども、うん、ストロボは会社混ざっちゃってもいいんですよ、うん、でどうやって光らせるかっていう話を、まあ、ちょっと後でね、はい、後々、はい、後々、はい、でまずは、うん、あのどういう状態でストロボを使ってるかっていうんだけど、うんうん、まあこれねちょっと海辺ではで、あの自然光でも撮れるんだけどちょっと日中シンクロをね、うんうん、していくとあの夕日が少しは経ってたんだけどちょっと弱かったんですよ。あと海自体がちょっとこうね波しぶきの細かいしぶきがあって、それでストロボ分かる、あそこに置いてるストロボ、こういう感じで日中シンクロっていうのを使っています。はい、ね、だからこういうあのいわゆる室内でピカピカ記念写真撮る使い方じゃなくて、こうやって屋外とかで撮るのにこのねリチウムイオン式のワイヤレスストロボっていうのはすごく重宝するし、うん、まあ、こういう使い方を知っているとあのポートレートとか、うん、いろんなものを撮るときに少し光を足すことができるのでいいんですよ。良いんですね良い良い良い。で、まあ、一応撮った写真ねこういう感じで、まあ、あの撮ってるシーンだけじゃなくてあのこういう写真が撮れます、ね、でこれは実際はあのちょっと夕日は当たってるんだけど夕日の光が弱くて海とのバランスがあるのでそのストロボでプラスその光を補助しています、ね、そうすると、モデルがくっきり映るのと、まあ、光がプラスされるのでその光の効果が、ね、出るので、ね、で引きだとこういう感じになるので、やっぱりちょっとストロボ日中シンクロ、うん、ストロボしてるやつじゃなくて、まあ、爽やか日中シンクロありましたね。そうそうそう、なので、まあ、軽く、ね、使うシーンにも使えますし楽しいと思います。楽しいというか幅が広がると思います。いろいろね、でその中で使うのにおすすめなストロボがこの、まあ、一応2社が一応ね、うん、まあ、代表的なメーカーなので、ね、うん、その話をしていきます。いでまずは、まあ、そうですね、牛の神様ですね。ゴドックスですね。ゴドックスですね、まあ、あの中国のカメラメーカーというか、うん、ストロボが、まあ、得意な中国のね、うん、ゴッドオックス、うん、牛の神様ね、うんうんうん、まあ、詳しくはね違う回でも多分やったんですけども、そうそうそう、今回こう、はい、分かりやすくゴドックスのことをちょっと説明いたします。はい、で中国のメーカーなんですけれども、まあ、非常にストロボ豊富な種類がありまして、うん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 、品数がたくさんあります。たくさんあって、ね、で、その中で、まあ、割とリーズナブル、大切ね、大切ですね、うん、リチウムイオンの充電式のストロボがもう2万円でお釣りくるぐらいから購入できます。それは安い、安いですね、うんうん、でこれ1棟で
住む場合もあるけれども、うんうん、まあ、ストロボというのは2頭3頭多頭でね、多頭でやりたくなるし、うん、まあ、多頭あると便利なんですよ、うんうん、そうするとまあ1頭の価格がリーズナブルということは非常に揃えられるという良さが一つ、はい、一つね。もう一つはパワーのあるストロボがあります。 AD200 ね、出た。これもまあそんなに高くないです、まあ、5万ぐらいなのかな。で5万っていうとね、まああれなんだけど、でもこのパワーとこの性能で5万っていうのはかなり写真用品としてはリーズナブル、ちょっと怖いぐらいパワーありますね。そうちょっと怖いぐらいパワーあります。室内で撮る大型ストロボとかモノブロックストロボっていうか、あの AC に電源に入れるので光量の強いストロボあるけど、このリチウムイオンのバッテリー式でこれだけ光量があるっていうのは非常にね、うんうん、魅力的ですよね。大きいパワーのストロボと言われてるガイドナンバー高いね、うんうん、ストロボの3倍ぐらいのパワーがあります。200W なので、まあ、このストロボがあるというのがゴドックスの大きな魅力。もともと僕がゴドックス最初に買ったのはこの AD200 があるから、なるほど、と言っても過言ではないです。なおかつ、まあ、バッテリーの話をしたけど、バッテリーがなんか異様に持ちます、うん、しかもなんか結構ゴドックス持ってる人って、うん、外で気兼ねなく使えるからいいっていう人は、そうそれがあの結局リーズナブルと理由が同じなんだけども、うん、外で使う時ってさっき波のとこで撮ったでしょ、はい、まあまあね、波のああいうとこって危険じゃないですか。そう、風でね、デャーってね、ドボンってなっちゃうとね、あ怖い。でちなみにストロボの、まあ、メーカーの例えばニコンのストロボとか1回壊すと修理代ってやっぱり 2,3 万かかるんですよ、うん、ね、修理代が 2,3 万かかっちゃうストロボ使うよりも新品で 2,3 万で買えちゃうんだから、そう、海に落とした時なんかまあ諦めが、うんうん、作ってれば作って、そうですね、うん、ショックが比較的ね、そうでなおかつ、まあ、あのそういうリスクのあるところに置くのに安心なので、うんうんうん、タフな野郎ですね。タフな野郎です。じゃあまあ今はこういうとこがいいよっていういい点聞いたんですけど、そうそう、悪いとこあります？悪いとこあるんですね、まあ、安いのでね、がゆえな、まあ、価格なりという部分がありまして、一つはたまに不発があります。もちろん10枚取って10枚引かないってことはないんだけど、うん、何回かに1回あれとか、ちょっと距離が離れてあれってなるときにあーってなりますね、うん、出たと思いますね。 あともう一つはこのパネルがね、ほうほう、見てこれ見える、うん、なんかね細かいな、細かいね、これうっかりなんか撮影中に押しちゃって引かなくなる、うん、どこを押してどこなったって、うん、パッと見どこか変わったかきっと分かんないですよね。そうでさっき言ったおすすめの AD200 はこれよりはいいんだけど、でもちょっとちっちゃいので、うん、小さいです ね、まあ、我々だとちょっとこういうメガネ的なのもないとやばいなっていう時があります。あともう一つは買うところが謎、買うところ、あのいや KPI っていう健康プロショップ、日本の代理店があるんですよ、うんうんうん、でそこだとちょっとお値段は日本代理店だからお高くなるけど、まあ、メンテナンスができるんで、うんうん、そこで買うのが一応おすすめです。だから僕に聞かれた時は KPI を買ってくださいって一応言ってるんですけども、うん、KPI で売ってないのもあるんですよ。この850とかはいいんだけど、あの某サイトですよ。代理店なのになくて代理店じゃないところに、うん、日本代理店と書いてある、うん、輸入並行輸入品があります、うん、謎なんです。グレー、グレーなんです。だから使い捨てって言ったけど、でも壊れた時修理したいじゃん。水はどこがダメだけど、うん、落として割れたとかは直したいんだけど、うん、どこに持っていくのどうするのって、確かに、まあ、中国のメーカーなのでちょっとそういう不安要素はある、まあ、確かに KPI のを買えば KPI で修理してくれるので、うん、まあ、なるほど、ちょっと高くなっても代理店で売ってるものは代理店のものはおすすめです。値段も安いしいっぱい揃えられるし、うん、まあちょっと壊れた時はちょっと諦め半分含めて、うん、多頭ライティングしたい方とかね、うん、あと入門には最適だと思います。非常に最適だと思います。もう一つプロフォト、うん、はい、まあ、プロフォトさん比べるなよと思われてるかもしれない。困るな比べるとみたいなイメージがある。世界の高級メーカーですので高級ストローメーカーで、スタイリッシュ、スタイリッシュ、スウェーデン、かっこいい、かっこいいね、ヨーロッパ一番いい点、かっこいい小学生の感想みたいな。ただいい、この G 社もちょっと見た目そっくりの出てまして、パクった見た目はそっくりだけど、はい、一番真似てほしいこのプロフォトのいいところは操作系なんですよ。見てこのシンプルな、わかりやすい、これとさ、これさ、だってこれとこれ、そうだね、何これ、うん、結構違います、ね、うん、しかもオートとマニュアル切り替えるのもスイッチ一つでいくし、でこの、どのぐらいの光量でっていうのが一つで分かる、うんうん、すごい、うん、10がフルで、うんうん、でこれ9になると半分で、ワイヤレスだから遠くに置くじゃん、はい、遠くに置いても見えるんですよ。
あ確かに、うん、大きいは遠くのものよく見えるわで非常に見える。なるほど、うん、ありがたい。ありがたいや。でやっぱりそのプロの現場、まあ、見やすく撮りやすいというのは特にお仕事の時はね。そうですね、うん、時間もかからない、ちまちまやれないよね、うん。でもう一つはプロ機材としてのメーカーなので、まあ、光の安定性、うんうん、あとさっき言ったストロボの発光の安定性が、あ不発が、不発がないね、うん、おほぼないね。あんまりあっていうことがないもんね。へ、うん、あるのかもしれないけどそんなに気にならない、うん、で全然普通にちゃんと光ってるので、だからそういう安定性、なるほど、うん、あとオーバーヒートしにくい。 G 社は結構オーバーヒートします。電池は持つんだけど熱くなりやすい野郎だな。熱くなりやすい野郎で、うん、ちょっと止まっちゃったりとかするとまたそこもイラッとで、まあ、好みもねもちろん価格も好みもいろいろね、価格なりだけどすごくいいものと、うん、まあ、高いから当たる前でしょっていう部分と、だけど、まあ、やっぱり1等が高いので2等はいいけど4等5等きついよね。ちょっとねきついよね。カメラより全然高くなっちゃうからね、うん、そうですね、うん、どっちがいいんだいってなりますね。なりますね。これいいとこ混ざったらいいと思わない？そうですね、いいとこ取りできたらねこれメーカー違うじゃない。そうですね、メーカー違うんだけど、うん、実はストロボって混ぜて使えるって知ってた？知ってたなかなかカメラさんでは教えてくれないし、うんうんうん、言わないんだけど混ぜて使えるんですよ。まず色が会社が違うからちょっとは違うけど、うん、太陽光に近い瞬間光なので、うんうんうん、混ぜていけて、でこっちこれこっちこれとかこういう挟んだライトはまあちょっとおすすめはちょっとしない、まあね、やっぱちょっと変わってできるけど、できるけど、そうできるけど、いろんな、まあ、その操作の意味とかあれなので、うん、だけどこっち手前こっち後ろとか上の天井バランスはゴドックス、正面のメインライトはプロフォトとかいう使い方はできちゃう、うん、できちゃう、できるんだ、ね、できるんです。混ぜられるんです、はあ、そうすると混ぜられると、うん、顔に当たるメインの綺麗な光はプロフォト、うん、後ろにちょっと何頭か入れたいとか、うん、後ろにちょっと崖の上に一頭海辺の水辺に行きたいんだよなっていうのは、まあ、その安いやつとかいうことができます、うん、でね、できる方法が、うん、まあいくつかあるんだけど、うん、一つはスレーブって言ってストロボが光るとストロボが光るっていうのはできるんですよ。それ設定はゴドックスのが入ってるんですよ、だけどそれはあんまりおすすめじゃない、電波じゃないからちょっと不安定になるので、なるほど、ちょっとやったんだけどちょっと外で撮るとちょっと大変、反応しないので、だからやっぱりせっかくこういう電波方式のワイヤレスストロボなので、うん、それを利用してちょっとどうやるかやっていきます、うん、はい、はい、ということでね、はい、でこれプロフォト、プロフォトでプロフォトの発信機、はい、ね、プロフォト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 なので、うん、テストボタンを押すと光ります、うん、はい、光ってます、ね、ね、でこれ、まあ、ゴドックスの発信機、はい、ね、ゴドックスの発信機なので、うん、テストボタンこれかな、まあ、当たる前だけど光らない、そうですね、だって違うことも、うん、そう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 、プロフォトは光りません、うん、でこれとこれね、こっちゴドックス、こっちプロフォト、でゴドックスには大変いいものがありまして、はい、ゴドックスの受信機があるんですよ。ゴドックスの受信機、うん、ゴドックスの電波を受信するゴドックスの受信機、うん、はい、でこれにこのプロフォトのを乗っけちゃいます。ゴドックスの送信機だよ。ほう、これこういうとこ、これまず持って、はい、カメラつけますね。今ゴドックスの発信機ですよね、うん、ゴドックスの発信機です。うわ光った、ね、ゴドックスの発信機でプロフォトが光った、うん、で今ね、こういう状態で、ゴドックスの送信機ついてます、まあ、これほら両方光ったの分かる、じゃあ片方ずつ、でで、はい、でこれが一つの方法、こうやって乗っけちゃう方法ね、これが一つの方法です。もう一つは、うん、XT2 っていうゴドックスの発信機なんですけど、うん、これここに今の直接乗っかるんですよ、うん、だけどこれね、うん、光るんだけど、うん、シンクロ電圧って言ってカメラメーカーは教えてくれないし、うん、よそのモンドロイスだから、まあまあね、教えてくれないし、 うちのフォトアドバイスの社長ほらカメラね、うん、開発メーカー開発してた人じゃないですか、某社の、うん、聞いたけどやっぱり分かんないらしいんですよ、専門外のこと で、はい、で多分これはカメラのシンクロ電圧ってカメラに負担がかかるので、あら光るんだけど、光るんだけど、うん、あんまりやんない方がいいと思う。だからカメラに乗っけるのは
送信機だけ。注意は TTL は使いません、はい、TTL オートは使いません、うんうん、マニュアル露出、マニュアル調光、うん、で、ここの操作は、はい、のこの乗っかってる方のメーカーのしかできません。なるほど、うん、まあ、これにプロフォトの操作できるやつを乗っければいいけど、これはどっか離しておいちゃうので、うんうんうん、プロフォトはまあストロボのとこ行ってカチャカチャカチャってやってください。シンプルなのは、うん、ゴドックスの送信機を乗っけて、ね、受信機にプロフォトのこれをくっつけちゃう。これがまあ一番シンプルな方法、はい、ね、使い分けねあんまりないと思うんだけど、プロフォトの方が飛ばす距離が多分遠いんですよ、まあ、一応 300m と言ってるけど、うん、まあ、ちょっとそれ分かんないんで、まあ、テストできたらテストしたいんだけど、うん、だから、ゴドックスで揃えちゃった方も、うんうん、プロフォトを買っても混ぜられます、うんうん、なるほど、はい、ゴドックスしかないでもプロフォト買いたいけどーってなってる人とか、まあ、その逆もしかり、うん、逆もしかりで自分でねストロボもねこう混ぜたりなんだり選んで ね、 こうね写真を楽しんでいただけたらと思います、はいはい。ワイヤレスストロボに興味があったらチャンネル登録と高評価お願いいたします。そして写真の撮り方をもっと勉強したいと思った方は概要欄から無料メール講座登録をお待ちしております。